2月だけどなんかテンション上がってきてるでしょ。絶対この試合勝つよ。もう一個魂上げておこうか。よいしょ。はい、どうも徳さんです。あっぱれも2024年公式戦が始まりました。大会は関東で行われているダイヤモンドリーグというリーグ戦、決勝トーナメントに進めばプロスタで試合ができる可能性があるのでガチ中のガチ。この日の試合のお相手はアビコフラワーズさん。近年関東の施設リーグで結果を出しまくっている新進気鋭の強豪チームです。アッパレのスタメンはご覧の通りです。注目は2番に入っている大西。まずは1回の表、アビコフラワーズの攻撃から見ていきます。ちなみに序盤すいません、カメラのバグで、センターカメラございません。まずは1番バッター、このバッティング、インコースきれいにさばいてレフト前ヒット。続く2番バッターはきっちり送ってきて手堅く得点圏へ。ピンチを背負う竹俣、この場面で打席には3番バッター。変化球をうまく打たせファーストゴロ、しかしここでコータがファンブル。セカンドの田島がカバーに入るとファンブルを見て一気にホームを狙ったランナーをタッチアウト。これはナイスカバー、でかすぎる。続く4番佐藤選手、立教大で野球部だったそうです。鋭い打球もここはショート正面、セカンド転送でピンチを招きましたが、初回無失点で切り抜ける。一方アビコフラワーズの先発はサウスポー北澤選手。ここまで数多の強豪を苦しめているクレバーな投球が持ち味とのこと。そんな北澤選手とアッパレ打線のマッチアップ。バッティングカウント甘めのボール張ってましたが、ツーシームチェンジアップ系、これがいいボールだった。フルカウントから最後、高さ的には甘いんですがスライダー空振り三振、ちょっとチェンジアップ頭に残りすぎました。続いて2番は投手として入団するも野手としての能力が開花している大西。ドン、鋭く振り抜いた打球、一塁の横を破ってライト前ヒット。いいバッティングじゃないか、ナイスバッティング。続く3番の順はフォアボールを選び、ワンアウトランナー二塁一塁、あっぱれもチャンスを作り、ここで4番タジ。ヘッドよヘッド、一本目。見事サード片岡選手、この打球半身になっていい姿勢ですね。好プレー。ちなみにこの片岡選手、学生時代 SWBC ジャパン関東 A で私徳さんと一緒にいた選手、相変わらずいいプレーだ。続いて2回の守備、竹俣のピッチング、先頭バッター追い込むとしっかりと打たせてサード徳さんがさばき、ワンアウト。続くバッターも完全にタイミングを外し、センターに入っている大西がキャッチしてツーアウト。ここもタイミングを完全に外してます。平凡なレフトフライ、三者凡退。2回あっぱれの攻撃、5番に入っている鉄平から ここは外角いっぱいに決まって見逃し三振。続くぞえ、ここも外角へのスライダーで連続三振。全く北澤投手の前に攻略の糸口をつかめません。一方竹本も快調に投げていきます。この試合序盤は投手戦に。今の見立てピッチャー、ここら辺の変化球ストライクか、ここら辺のボール、ここない、ここがない、うん、要するに高く浮いてきては打つ、打つか低め切るかしてるから勝手に苦しむ。見逃したらしいでも構わない、低め切って浮いてきたやつはいける。 OK、 最初 OK、 最後。さあ、そんな指示が出た後、9番のライパチから、ちなみに縦振り前です。ワインとか素晴らしい、触れたことがいいぞ、触れたことがいいぞ、めちゃめちゃ熱い。いいよいいよ、ああ出した。
はい、私アキレス腱だいぶいい感じになってきました。引き続きケア頑張ります。さあ、ここからセンターカメラ復活しております。見やすくなりました。大変失礼いたしました。さあ、続くこの場面で2番の大西、1打席目ヒット打ってますが、ここの低めのボールしっかり見送ってフォアボールを選び、ワンアウトランナー二塁一塁、再びのチャンス。そして迎えるはあっぱれのクリーンナップ。まずは3番の潤。ここはアウトロー、まっすぐで三振。まあね、指示の中で低めは切ってると OK とされている中ですが、いいボールだ。落ちてれば1点。アビコフラワーズの守備が光る。少しずつしかしながら北澤投手苦しめてるかな。さあ、続く4回の裏、あっぱれの攻撃、5番の鉄平からです。よっしゃ、ナイス。6番のゾエは倒れ、ワンアウトから7番のエアフライ石田。打球は鋭くライト前へ、ライトゴロを狙うが、ここでファンブル、一塁はセーフ。この間に徹底は三塁へ逃走塁です。ワンアウトランナー一塁三塁とビッグチャンス。ここで8番のコータ、8球で何とかしてくれ。投手しぶとい、あと1本が出ない。5回からは竹虎にリリーフしますが、この日大荒れのピッチング。先頭にノースイからストレートのフォアボールを与えてしまう。その後送りバントと2つのフォアボールを出し、ワンアウト満塁の逆に大ピンチを招く。竹虎しのげるか。初回ヒットを放っている1番バッター思わぬ形でゲッツー。竹虎3つのフォアボールを出しますが、なぜか無視っていうお祭り騒ぎです。マジミラクル、はい、ずっとやずっと、あともう一歩や、もう一歩や、それだけや。ピッチャーいいからな、それはしっかり認めて。ボール球振ってしまうと苦しくなるから、しっかり組み切る。浮いてきたやつは振る、振るだけね。おお、一緒ね。ダンス、このガイヤOh!
場面は整いました。さあ再びクリーンアップ。アプローチでしたがファール。順は惜しくも倒れました。さあ三度のチャンス、4番タジお願いします。2球とも切るべきボールではありました。力みがあるのか。ここは冷静に見送ってカウントを整える。平行カウントチャンチャン、これがセンター前へと抜ける。三塁ランナーホームイン、そして二塁ランナーはサードストップ。値千金、先制タイムリーヒット。まあね、低めのボール振ってたっていうところもあって、だいぶコンパクトにいったのが功を奏した。これぞ4番の仕事。頼む頼む、ターン、浮いたスライダーを逆方向へ、これが鋭く抜けていく。左中間真っ二つ。一塁ランナーの田地も一気に丸。鉄平に2点タイムリーツーベースヒットが飛び出し、一気に畳みかけるあっぱれ打線。さらに途中出場新メンバーの一騎。シリオキオ、これが一気のバッティング。レフト前タイムリーヒットで1点を追加。さらにこの後1点追加し、この回一挙に5得点。5点リードのまま最終回マウンドには変わらず竹虎。やや不安なピッチングを見せた竹虎でしたが、ピッチャーゴロでゲームセット。というわけで強豪アビコフラワーズさん相手にあっぱれ勝利を収めました。アビコフラワーズさん対戦ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。これでリーグ戦あっぱれは2勝となり現在首位。このまま予選突破に向け勝ち進めるか頑張ります。今シーズンの初陣チーム一丸徹底して勝利できました。まあね、このチーム徹底事項は年間通してやっていきます。今年こそ全国制覇。ちなみにこの日公式戦初試合ということで、私おニューのスパイク履いてました。先日スポーツ CV に行った際に新調したんですが、その時にスパイクが長持ちするというハドラスガラスコーティングというポップ発見。 iPhone とかにこうガラスコーティングするとかあるじゃないですか、はい、あれとまあ容量は一緒です、はい、ガラスって言ったらでも動いたらなんか割れそうじゃないですか。あのそこはなんか技術が技術で科学技術で。そうなんですよ。とはいうものの、本当に大丈夫なんだろうか。ガラスコーティングをスポーツでやるなんて聞いたことがないぞということで、そのガラスコーティングしてもらったスパイクをカッチカチの河川敷で履いて検証。一塁ランナー徳さん、はい、ナイスラン徳さん、野球選手。今日盗塁したけど、はい、そもそもさ、
全然傷ついてない。摩擦もちょっと軽減してくれるんだもんね。あ、そうですそうですそうです。プリズムも絶対傷つけたくないんだけど、はい、プリズムこの玉川のさ、はい、このジャリジャリのさ、はい、これ多分膝さすりむいてるんですよ。あげられないけど、はい、これ多分効果あるんじゃないかな。プリズムね保たれるのは本当嬉しい。最高ですね。2,3 試合履いたぐらいだから、ね、まだまだちょっと分かりづらいかなっていうのがあったりするから、どうぞ。あ、はい、ありがとうございました。いや今日はありがとうございました。突然現れたこの方、草野球チームトミーズベースボールクラブの代表でもあり、今回塗ってもらったハドラスコーティングを広めているという富山さん。でももう視聴者の人たちまた、まあ、そうですね、出るわ徳さんと、はい、またそんなに大げさに言って。このスパイクは塗ってるのと塗ってないのがあるらしいです。こっちこういう風に黄色くちょっとこうやっぱなりやすいというか、汚れがこうなってる中に入ってくるんですけど、こっちってこれただ水ですけど、はい、これで結構磨くとこういう風に結構真っ白に、ここあ、本当だ、はい、はい、今、はい、すぐ水だけでもこういう風に綺麗に落とせるというのが、汚れはなかなか落ちなくなっちゃってるんで、これ黄色いままなんですね、ここら辺が。ああ、染みついちゃうんだ。そうなんです、中に染み込んでしまうので、はいはいはい、エナメルでも染み込むんですね。染み込みますね、やっぱり。やっぱ沈着しやすくなっちゃうのと、石とかが入り込んでその傷の中から入っていくんですね、汚れは。細かいのが、それをこう表面に薄いこう膜を張ってくれるで防いでいく、これがこのハドラスコーティングの特徴。みんななんとか綺麗な状態を保ちたいっていうのはもう全野球人の共通の思いだと思うんだよね。概要欄に貼っておきますのでぜひあの新しいスパイク、これが新シーズン入りますから、身近にあったらぜひハドラスの塗装してから行ってください。今日は試合ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ先制タイムリーヒットだったね、はい、先制タイムリーヒット、強烈な打球でした。まさか先制タイムリーヒットを打つ人がこれをやってるとは思わなかったと思いますけども